はい、今回紹介するのはこちら、株式会社リアルスタイルさんから発売されているプロテインパウダー B レジェンドの紹介です。以前ですね、同じ、B レジェンドのプロテインのね、チョコ風味の方をご紹介したと思うんですけども、今回は地中海レモン風味の紹介です。これはね、フレーバーが違うだけじゃなくて、製法が違います。以前紹介した、チョコ味の方は WPC 製法だと思うんですけども、こちらは WPI 製法のプロテインとなります。WPC とね、WPI の違いについては概要欄の方に、入れておきますので、ご興味のある方は、ご覧になってみてください。簡単に説明するとですね、 WPI の方がですね、乳糖を極限まで減らして、より質の高いプロテインということですね。WPC の方は、割り返しこうコストパフォーマンスに優れて、るっていう感じで説明でいいと思います。はい、WPC の方がお安いですかね。 WPI の方がちょっと生成に手間がかかってる分ちょっとお高いんですかね。前回紹介した、チョコ風味の方がですね、1キロで3550円だったと思うんですけども、こちらの、地中海レモンですかの風味の WPI 製法の方は、4590円ですね。はい、ちょっと1000円ぐらい、1キロ台高くなっています。ただしですね、こちらのプロテインの何ですか、含有率っていうんですか、は、83.8% になってます。チョコ風味の方がね、71.3% だったので、もう 10% 以上こちらの方が高いですね。はい、で WPI にする理由としてはですね、お腹が緩くなる人、どうしてもやっぱプロテインって牛乳のね、乳製タンパクなんで、牛乳飲んでゴロゴロしちゃう人は、やっぱり WPC だとゴロゴロしちゃう人がいるので、そういった方は WPI の方がおすすめですかね。はい、私も結構お腹緩くなるタイプなんで、WPI の方が割と朝飲むのは WPI にしてますかね。夕方結構飲んでも多少、昼過ぎとかね、その辺になるとゴロゴロしないんですけど、朝一でちょっと WPC とか、あと、もちろん牛乳とか飲んだとゴロゴロしちゃうんで、はい、WPI これ朝使ってますね。はい、ちょっとこの地中海レモン風味自体は初めて、の味なんですけども、ちょっと実際開封して、中身どんなか見てみましょうね。はい、ちょっと見てみましょう。はい、よいしょ。実際に後で作って飲んでみたいと、味のレビューなんかもしてみたいと思いますね。はい、はい、よいしょ。中身はどんな感じでしょう。まあ、わかりますかね、この白い感じですね。なんかミルクプロテインと同じような色してますね。匂いは、レモンの匂いはそんなにしないですかね。はい、ではちょっとこれでね、実際作って飲んでみたいと思います。はい、お待たせしました。じゃあちょっとね、作ってきたんですよ。前回のね、チョコもすごい溶けやすかったです。あ、もう溶けちゃってますね。溶けるの、まだ多少残ってる。まだもうちょっと行きましょうか。ここがいいかな。はい、あんまりダマになることもなく、こんな感じですね。で、ちょっと飲んでみたいと思います。うわ、美味しいな。これすんごい酸っぱいです。で、レモンの風味がものすごいありますね。
じゃない味になるんですよ。例えばパインとかイチゴ、リンゴとかレモンとか、ああいう風味の中ではこれはちょっと続けてほしいですね。何かに混ぜてほしい。美味しいですね。なんかミルクとかイチゴとかチョコとかって他の飲み物に混ぜらんないんですよね、牛乳以外に。これだと他のにも混ぜられるんで、オレンジジュースとか別のジュースですね。はい、これはいいですね。いや、飲んでみてすっごい美味しかったです。これはおすすめですね。はい、で、まあ、概要欄の方に商品リンク入れておきますので、ご興味のある方はぜひご覧になってください。はい、今回は株式会社リアルスタイルさんが発売されているプロテインパウダー B レジェンドなんちゃ、また地中海でも風味ですね、WPI 製法のプロテインの紹介でした。以上です。バイバイ。